はい、こんにちは、クロシです。今回はですね、スオミ、トンプソン、そしてシセイのこの3種類の武器、SMG の中、あとコーレートの方の3種類の武器だと思うんですけど、この3種類の武器の使い分けについて話していこうと思います。使い分けというか、まあ、正確には順位だね。どれを使えって話をしようと思います。はい、まず、一番弱いトンプソンからいきましょう。はい、もう一番弱いです。はい、間違いなく。なんでかって、まあ、簡単です。まあ、レートが低い。まあ、後にも説明するんですけど、このゲームのレート、まあ、このゲームってか、FPS っていうジャンルの、ね、ゲーム、ジャンル自体、まあ、レートが、まあ、命というか、レート至上主義なゲームなわけですよね。なんですけど、まあ、そういったゲームの中で、自分より速いレートの武器、とか、自分より、まあ、危ねえ。自分に勝るレートの、まあ、武器が存在する場合、大体そういう武器って、まあ、弱いと気づきされることが多いですね。はい、OK。手に合った。けど。あとはこっち側でしょ、多分これ。ここでしょ、多分。で、ですね、まず、さっき言った通り、レートが負けてるから、スオミとトン、姿勢にか。はい、その2つのハイレート系の SMG に負けていることが1つ目なんだけど、まあ、その中でも、なんか、なんだろうな、低レート SMG 寄りなんだよね、レートの。まあ、別に700台だから速いんだけどさ、もちろん。なんか、他の武器から比べたら、なんか低レート SMG なんだよな、中に。危ない。今のは近距離だったから、別に問題なかったんだけど、この武器のね、問題点は、中距離がクソ弱いんですよ。本当に。それが一番の問題。まあ、個性専門理論にするっていうのも多少はありつつも、やっぱり弱いね。まあ、自分が暴くてびっくりしたんだけど。ん、どっか試し撃ちしたいな、ちょっと。こういうのかな。ああいうところが弱いです、基本的に。まあ、今のうまく当てれたけどさ。まあ、でも、スオミだったら、あれを100回やっても、90回うまくいくんだよね。で、100回やったら50回は失敗するだろうっていうのがトンプソンなわけ。だから僕はあんま強くないかなと思ってるんだよね、この武器を。まあ強いんだけど強くない。なんかいまいち分かりづらいところではありますが、まあ相対比較するとまああんま強くないかなって感じだね。危ない、まだウィールでしょ、これ。結構うまいことやってるけど、なんか落ちた。それは知らない、僕は。で、さっき言った通り、トンプソンのレートがね、50ぐらい、スオミに劣ってるんですね。で、データ見たらわかるんだけど、はい、これだね。770だから50を取ってるんだけど、この50の差が、まあ、割と響いてくるということで、さっきトンプソンは若干反動が大きくて ADS した時に弱いと言ったんですけど、スオミはそれが逆で強いんですよ、 ADS が。この3種の SMG の中だと。マジか、これはきつい。今の相手の位置が強すぎた。タグに座れたね、頭。これが強い、これの SMG。このスオミって SMG はこれが強い。さっき言ったように、マジで精度面がね、スオミは圧倒的なんだよ、他の、2つに比べて、トンプソンとシセイに比べてね。これがね、もう僕の中ではすごい愛用できる理由なんだよね。SMG だからそんなのいらねえじゃんって言われる方もね、いらっしゃるとは思うんだけど、まあ、そうはいかないんだよね、やっぱり。そうは言ったところで、まあ、だって、コンクエストはもちろんのこと、チームスマッチとか、分隊コンクエストとかの、少人数モード、少人数かつ、小マップ系のゲームモード でさえ、正直使うことってありますよね。まあ、腰打ちだけでゲームが進められるとは思えない、はっきり言って。だから、絶対にね、使うことはあるんですよ。ADS を。
だから ATS はね、あの、なんて言うんだろう、ちょっと言い方は難しいけど、まあなんかどっちかっていうと腰打ちにも ADS の方が必要なんじゃないかな、この SMG というジャンルに関しては。あの重要度で言うとね、多分腰打ちで ADS の強さの方がね重要度高い。だって SMG なんだから接近戦は強くて当たり前なんだよ。その上でもっと他にね、その汎用性をいかに高められるかっていうのが勝負だから、どういった状況でも使いやすくできるかっていうのが勝負なところがある。これこれこれだよ、スゾミの強さ。これだよ、これこれ、残りなし。これ死ぬな俺、危ない、死ななかった、ナイス。絶対死んだと思った今。これですね、本当に装備はね、この太刀打ちが強すぎる。これを見てもらったらさ、まあ、はっきり言ってこの武器が弱いなんて思えなくないですか、全く。あとトンプソンだと多分今の抜けないんですよ。なんかね、縦反動からのこのなんか、なんだろう、上昇が結構きつくて、縦反動だけじゃないんだよね。その不自然な、ランダムリコイル性みたいなのがあるから、人がね、きつい、ちょっと。ちょっとどころか結構。おわ、いった。ランチャー行ってよ。ナイス味方。よし、ちょっと悪くない。無理あれ。敵がどこに逃げてるのか分かんなかったんだよな、別に。あれ死んでたのか、だからか。なんか甘かった自分の今の認識が。死んでたのか。オッケー、じゃあ戦車入ってね、これ危ない。その精度が発生、あ、弾切れた、やばい、終わった。ねえ、くれ。だね。危ねえ、弾切れた。終わり。危ねえ、危ねえ。こっち来ますね、多分。あれ来なかった。こっちか。あー、今のは味方と敵が、敵と敵がブッキングしちゃった。で、逃げれなくなっちゃったね。上か。これ一旦上上がって、アイスさんも崩壊したこれ。あったわ。やばい、 D が落ちてる、 D 行こう。やばい、 SMC ちょっとあの、いかに死んでさ、次の姿勢に変えたいんだけど変えるね。全然死なないわ、スゾミで強すぎて。いや、スゾミ強すぎるこれ。あ、マジか。おお、死んだ。今のは頑張りましたね、僕は、単純に。よし、いい感じだった。普通に今のはね、相当回数、スゾミの強さ見せれたから、ノンリコイル武器っていうのは分かったと思うんで、最後は姿勢ですね。ちょっと、
これもう一周姿勢多分2回ぐらいレッスンするまで使って、まあその最後にちょっともう一回トンプソンに戻ろうかな。トンプソンあんまり満足に使えてない気がするから、もうこれはひどい、これひどい、これマジクソなんだよな、システムとして。危ない。まあやろうと思ったらやれる、ああいう時も。マジか。あれもまた装備ましたね。そう、この武器ね、なんとですね、あのペレットのダメージが低すぎる、一発一発のダメージが低すぎるんですね。なんとこれが一番の問題。見てもらったら分かるかな、スタッツ。そう、見てもらったら分かるんだけど、ダメージがこんだけ低いんだよ、この緑のバーだけ。こんだけ低いから、こんだけ低いとね、TTK がなんとレートが速いにもかかわらず、なんと装備の方が速いんですね。これが僕がこの、あの姿勢って武器を一番強いとは言えない大きい理由。あ、一番大きな理由だね、これは。で、もともとはなんで僕が強いって歌ってたのかは、まあ、マジか、これは無理だ。あの、簡単で、ハイレートの方、1100レートの方を使えてたからなんです、当時。今は1100レートの方を皆さん使ってみてください。めちゃくちゃ弱いですよ、はっきり言って。あの、レートが速すぎるだけ、もう本当に、あの、ADS とかで弾撃てません。腰打ち限定です、あの武器は。それぐらい、あの、もうめちゃくちゃな反動になってて、まあ、僕は、はっきり言って扱えない、あれは。あの、SMG とか、その、ジャジャ馬系の武器を使うのが割と得意な方の自分でも使えない、あの武器は。うん、無理。あれ扱うのにはね、あまりにもね、なんかその、リコイル制御の面が大きすぎて、打てないね。まあ、まともとがおかしかったんで、あの武器は。本当に、今思うとね。もともとの性能がね、かなりバカげたものだったんだよね、やっぱり。まあ、なんかリコイルもさ、まあ、あるっちゃあるけど、でかいだけ、ちょっと縦ハンドがでかいだけみたいな感じのリコイルだったしさ、あんなのめちゃくちゃだよね。危な。まあ、50発弾が入るから、まあ、かろうじて悪くないけど。うまい。このさっき死んだ人だな、多分同じ人が来た今。うん、まあ姿勢になって死んだデスが増えたな。あんまりなんか、なんだろうな、旗の状況が良くなさすぎるっていうのもあるから、結構無理して突っ込んでるから、ね、デスしてるんだけど。まあ正直このゲームはね、別にデスなんて気にしちゃいけないゲームだから、デスは気にしませんので、突っ込みます、こういう時でも。マジなんだこの、なんだこの数。突然味方が抜け始めましたね。ここからですが、多分またバイバイゲームに増えていくかも。で、そう、ここから、そう、姿勢の弱いところを話していこう。姿勢の弱いところはレートです。はい、強いとこもレート、弱いとこもレートっていう、まあ悲しい武器ではあるんだけど、あのね、どう弱いかって話をすると、これまで、その、さっき言った通り、1200レートの方の、姿勢をね、使って強いって言ったんですけど、でも1200レートの、あの姿勢って、まあ、なんて言うんだろうな。これかな、こうだった。1200レートの姿勢は、装備に対しても、結構なレートアドバンテージがあったんだよね。450かなのレートアドバンテージがあったの。だから、強かった。ある程度レートのアドバンテージがないと、そのダメージが、その一発一発のダメージ低いから、相手が5発、必要な5発打ってる間にこっちが6発入れないと勝てないわけだよね。だから、その6発入れるためのレートがあったんだよ、これまで、姿勢は。なのに、今の姿勢にはそれがない。たった250のレートだと、キルタイムは、あの、装備の方が早いんです。もうほんとそれがね、めっちゃ大きい、ほんとに。
ね、本当に、スオミが、TTK が確かね、なんだっけ、TTK は4発とかだったかな。4発とか5発ぐらいのはずなんだけど、ちょっと待って、俺、スキルされるじゃん、これ、俺。最悪。マジもう反動でかい。いや今のね、僕の下手くそだったんだけど、今の普通に反動がでかいんだよな。自分のせいでできなかった今、素直に。なんかね、本当に姿勢に関してはね、もともとの強さがやばすぎただけだった。やっぱ普通のなんか SMG と同じぐらいの数値に戻るとね、弱い。レートに頼っただけだった。本当に夢から覚めたよ、ナーフによって。こんなに強い大層な武器じゃなかったんだ実は。散々持ち上げといて下げる。やっぱ姿勢が最強なんだよなーとか動画で言っときながら、最終的に姿勢弱いですっていう、まあ仕方ない、本当のことを言ってるだけだから。なんだこれ、なんで俺死んだ。やばい、まあ、さっきは戦闘が多すぎて全然話は進んでないな。まあだから単純な話、 TTK が姿勢より、あ、スオミの方が早いから、まあ姿勢は強くありませんって話だね。終わり。これぐらいにしておこう。じゃないとね、何回でもあれだわ、ファイトが始まってすぐ話が切れちゃう。実況動画ってこれが難しいんだよね、一番。特に解説系の動画が後付け動画が多いっていうのはそういうことなんだ。リアルタイムで喋り続けてね、解説するのめちゃくちゃ難しいんだよね、特にゲームに集中してると。よし、敵が降ってきた。ちょっとこれは一旦上から仕掛けたいかな。一枚やったけどな、まあ、見てもらったら分かりづらいとこあったと思うんで、まあ、僕は基本的に喋って解説したと思うんだけど、基本的にね、やっぱこの武器はダメージが低い、圧倒的に。やっぱ SMG は比較的ダメージが低めの武器になるとはいえ限度がある。ダメージ低すぎるね、あのダメージ感だと。やっぱり戦っ、あの近接戦で戦っていく上では、まあ、でいくらレートが1000超えててもダメージが足りない。敵を倒すまでのダメージが足りなすぎる。トムさん、やっぱレートがやっぱ足りないよね。圧倒的な、圧倒的なレートが不足だね。なんか別にハイレート系 SMG なのかって言われたら、僕はなんかうんとは言えない気がしてきた最近。ハイレート系 SMG ですか、いいえとも言えないけど、なんかミドルレート武器って感じ。なんか別に早くねえ、マジで。マジで早くない、この武器は。危ねえ、ないし。もう一匹いるだろ、これ。ナイス。これは無理だ。ナイスカバー。よし。まあ、腰打ちで、全力で腰打ちで使うんだったら、スオミとトンプソンは大差ない。本当に。もう全部腰打ちで戦うっていうんだったら大差はない。けど、まあ、実際エディスするからね。なんだかんだ、多い人は半分、少ない人でも多分、2、3割はエディスするだろうから、まあ、そうはいかないんだけどさ。
こうやってプレイすることも可能ではあるよね。落ちてんのやばいな、このタイミングで。どういうこと？見なかには信じがたいんだけど。何人のこれ。ああ、2、3人か。海岸線だなこれ多分。わっ、もうこういう人が多すぎる。怖いな、もう僕スポットフレアもらわないと無理だな。あ、いいですよ今の、マジで今の ADS 強かった。いけた。こっちいるだろまだ。やったか、ナイス。こっちだね今。お前か。お前らがあっちから自分のずっと苦しめてたのは、この野郎ずっと飽きやがって、もうめんどくさいよ本当に。なんか一生 E とね D を攻撃されてたんだよな、このラウンド中全然攻めに行けなかった。最後にトンプソンを使ってるけど、トンプソンじゃなかったらよかったかな。トンプソン、まあどっちにしても無理か。うん、一人でひっくり返す差じゃないな、これは普通に。もっと大きい差だわ。一人でなんかどうこうできるレベルは超えてるわ、少なくとも。えぐい今の。無理か。うん、まあターナーだしね。いやーきついっすねゲームス、ちょっとこれは。いやちょっとこれはマジでなんか味方が意味わからんく、最初の方でなんか 6人ぐらいバッての来たのが本当に最悪だった。なんだこれって感じですね。なんかすごい不完全燃焼感の強い試合でしたが、まあいいでしょう。 SMG についてはすべて成果だった。はい、21レッドしてますけど、これは別に僕は悪くないと思ってます。いやこのゲーム本当にデス数と関係ないからね、はっきり言って。ということで、ご視聴ありがとうございました。 SMG は皆さん装備を使ってください。装備が一番 TTK とかに優れてます。はい、ということで、またね、バイバイ。